いやー、柱稽古マジで大変だな。水柱、音柱と来て、今回は霞柱か。ただ強くなるためには、は俺も霞柱になるしかない。ただ俺の挑発似合ってないな。チェルです。今回も鬼滅の刃の世界やっていくんですけど、今回は時と無一郎の力。今までは水とね、音の柱稽古をね受けてきたんだけど、今回は霞柱のね力をね宿して、霞柱と柱稽古をしていきたい。そして今回はそれだけじゃない。今回はなんと鬼化してより最強を目指したい。普通に闇落ちをする。というわけで早速ね、鬼狩りしないと始まんないから、この世界を夜にして鬼狩りしていこう。さああるぞ。霞の呼吸が技も結構多いでね、日輪刀もねこうやって振るだけでエフェクト出るんだよな。これがマジでかっこいい。さあこれでまずは鬼を殴って OK。 鬼殺隊になったぞ。始まった、ついに俺の鬼狩りが。いやただもう普通にもう上限もいるんだよね。気をつけないといけない、マジで。いつの間にか後ろにね上限いたりするからな。さあこの調子で行くぜ。霞の呼吸一の型水天刀霞。さあ前方この月をねかましていく。ほら、やったな。やっぱ序盤きついか。てかモンスターがえぐい。さあおはははは、結構飛ぶんだな水天灯霞。まあ、とりあえず序盤はサクサクね鬼を倒してある程度強くしていこう。低階級とはいえど霞の呼吸むしろの力使ってるからな。さあそろそろいいんじゃないか。すさまるに水天灯霞 OK。 倒していく。さあ階級的にはまだまだだけど結構強くなったぞこれでも。そろそろちょっと強めのやつ戦っていきたい。お炭治郎だ。どうだい。おほほほほ、もう容赦ないね。わはは、せいせいルテン、旗から見たらマジでかっこいいな。迫力えぐ、怖すぎ。巻き添え食らわないように逃げるか、一旦。さあ、呼吸も使いながら行くぜ。霞の呼吸2の型、八重霞。さあ、このね、範囲攻撃。結構範囲広いぞ。これで連撃を食らわせながら倒していこう。OK。さあ、ここら辺の鬼にはもう負けないんじゃないか。ただ、やっぱ物量が多い。もう一人いたらもう100匹はいるからな。すげえなんかゴキブリみたいに言っちゃった。で、今回の目標としては、この時と無一郎の力を極めていきながら、打倒上限、そして鬼になって、より最強を目指していく。相当強いんじゃないか。そう、同じ柱がいるぞ、渦井天元。いや、前回はお世話になったからな、柱稽古で。ちょっと柱にも挑みたいよな、いずれ。さあ、倒していきながら、オッケー。だんだん階級曲がっていくぞ。よし、じゃあちょっとさらにね、強敵目指しに行くか。さあ、というわけで山来たぞ。やっぱりな、目標としては、上限の位置、奴は倒さないと、なんだ。まあ、降ってきたぞ。ただもう、すさまるごときじゃね、俺に致命傷は、与えられないんじゃないか。オッケー。さあ、この上には激しい奴がいそうだぞ。お!いるじゃないか。あ、でも、やられかけだ。じゃあ、そんな奴には、行くぜ。霞の呼吸、3の方、火山のしぶき。うわははは。ハロイがえぐいぞ、火山のしぶき。ぐるっと一回転。うわー、でもなんか柱がめっちゃいる。姫島さんに、イグロさんだ。いや、いずれ柱稽古受けなきゃいけないのか。怖すぎるぜ。待って!ギョッコはすげえ、上限と柱が戦ってるぞ。うわ、柱2体相手にしたらもうさすがにじゃない。あまりにも場違いがすぎる。見た目ならいけそうなんだけどな。いや、ちょ、参戦してみよう。この柱2体を味方につけて、あと外角もいるわ、ついでに。ギョッコカレンダー火山のしぶき。さあ、これで、おお、なんか階級あったぞ。待ってたら、ちょっと待って。俺のこの火山のしぶき範囲広すぎて、柱に当たってる攻撃が、俺敵対してるって。あ、いや、ちょ、姫島さん、上限後ろにいるって。容赦ない。ダメージ与えちゃうとね、俺のこと敵対しちゃうからな。金魚鬼がいるわ。こいつで恨み晴らすか。玉子の霞の呼吸死の方、異流斬り。さあ素早く近づいて残撃を与えていく。これも結構便利なんだよな。さあでも倒してって OK。 ただ階級上がってるからな。うわははは、本物がいる。時と無一郎すごい、見てくれこの威厳のなさ。俺の方無視されてるもんね、もはや。ちょっとじゃあいずれ柱稽古させてもらいます。そのためにはもっと強くなんないとな。さあ産屋敷邸があるぞ。ちょっと入ってみるか。産屋敷さんはいるかなって思ったけど、なんだ、鬼と一緒に過ごしてない。守らないと親方様を。大丈夫か。異流斬り。よし、守ったぞ。あ、なんかやばい、加減の2がいる。いて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 、親方様大丈夫か。ガッツこと言って、ああ親方様やばい。この恨みはいつか晴らす。ただ一旦逃げよう、まだその時ではない。ちょっとじゃあ早く柱になんないと。今の俺の力じゃ守れるものも守れない。ここら辺の鬼もだんだん強くなってきてんな。 OK。 来た、格闘だ。50体倒して鬼を。さああとはね、あざものになれればこの力を思う存分使えるぞ。しかも階級も柱の一歩手前まで来たぞ。ここまで来たらちょっと倒しに行きたいな。あとは12気づきを倒せば柱へと上がれるぞ。加減の6、まずはやっぱ一番下から倒さないと。さあ開幕殴っていくぜ。霞の呼吸5の方、カウンの海。さあ連撃をこうやってかましながら、いいぞ。ただやっぱ相手も強い。やばい、早いぞ。6の方、月の箇所。さあ一回飛んでこうすれば OK。 相手を避けつつでダメージを与えられる。ただもうちょっとだ。もうこのまま投げ切って OK。 加減の6打ち破った。いや危なかったなマジで。ただこれでようやく柱になったぞ。さすがは天才、結構早かったんじゃないか。さあ、ついでにこのね、鬼倒して血も手に入ったから、これをね後で飲んでいきたい。いや鬼かむしろ楽しみだな。さあ次はちょっとこのあざもの目指したいな。なるためにはね、もう数多くのダメージを受けていかないといけないから。さあ鬼たちよ、俺を殴ってくれ。もっとな、
みが足りない。熱くなってきた体が。さあオッケー、ありがとうスタマル、これで覚醒したよ。てか今日スタマル結構合うな。誰よりも剣技の才を持つ者。さあ正真正銘これで俺は霞柱になったぞ。じゃあとりあえずここまで来たらちょっと柱稽古受けに行くか。さあ時と思いしろ、またあったな。さあまずは一旦アザモノと格闘使って、おすげえアザできてるぞ顔に。さあ柱稽古だ、行くぜ。霞の呼吸1の型水天灯霞、さあついて2の型八重霞で連撃。さあ前方に殴って、お結構強いぞ。でも3の型カッサンのしぶき。さあ1回転しながら、もうやっぱ霞の呼吸はね範囲広くていいな。さあ C の型イリュー切りでもう素早く移動していく。さあやべおぼろだこれ、煙がすごすぎる。5の型カウンド海、これが柱稽古か。やべ柱強すぎる。さあ6の型月の箇所をしながら1回飛んでね。じゃあ俺もやるか、もうそろそろ。獅子の型おぼろ、さあこうすればいいぞ。目にも止まらぬ移動もうやっぱ瞬間移動がやばい。俺まで翻弄されてないこれ。翻弄してからの残機食らわしつつ、いいぞこの押してんか。オッケー、これで正真正銘俺はなったか、霞柱に。いやこのおぼろがマジで強いな。相手の攻撃をね避けてって翻弄してからの残機を食らわしていく。いやでもやっぱ柱強いな、マジギリギリ勝ったって感じだ。お互いこうやって殴ってるとね、この剣と剣が弾き合ってダメージ入んないんだよな。よっしゃここまで来たら、じゃあ上限挑みに行くか。上限の5ギョッコ、さっきは倒せなかったからだ。もうとんでもないね、強敵が敵対しちゃったから。そして今回はもう最初から頭の格闘、早速行くぜ。霞の呼吸1の型水天灯霞、やばい移動が早すぎる。それなら2の型八重霞でもう前方にね連撃を食らわしていく。ただ毒がえぐいな、しっかり呼吸しろ。3の型火山のしぶきでもう一体に残虐食らわしていく。そっちも早く移動するなら俺も七の型イリュー切りでもう速攻近づく。いやてか移動早すぎるマジで。いやにしても敵多すぎる。お突き取る世界だ、呼吸を使い続けて。見えるぜ6の型月の箇所、にしてもギョッコつえ瞬間移動に無数のね手下たち、そしてこの毒うざすぎる。それなら俺もやるか。お前が瞬間移動するなら俺も霞の呼吸七の型おぼろ、後ろ飛んできたね今。いけおぼろだ、さあいいぞ。やばい進化してる、でもやばい待って一フェリーシュがマジでわかんない。進化したな、ついにギョッコ神の手エグいぞ、制御されちまう。だからしっかりと敵をいなしていけながら、さあ当てられるかい。やばいめっちゃ制御してる、やつのね神の手に触れると制御になっちまうからだ。カウンの海でそこだ、よしやった勝ったぞ。いやギョッコ強えけどツボフォルムの方が強かったな。いや上限も倒したぜこれで。さあ本来であればもうこれでね柱として満足な結果は得られたんだけど、今回に関してはこっからが本番だ。鬼舞辻無惨の血、これを飲んで鬼化成功したぞ。誕生してしまった鬼化無一郎が。でね上限の加減倒して結構ね血のストックはあるから一旦これぐらいにしとくか。5本分 HP、 まあこれだけでも相当強いけどな。なってしまったか、ついに柱が鬼化に。さあというわけでね、俺は忘れちゃいないぜ加減の2よ。お館様の仇鬼化したとはいえ俺の心は変わってないぞ。カウンの海、さあ残撃食らわしながら痛くないよもうお前の攻撃が。まあまあやるじゃないか。ただ加減相手に俺はおおすごい一気に加減の2になったわ。鬼化しすぐに加減の2か、鬼になっても天才は天才か。鬼の力が強すぎるぜ。おははこの町に来たらいるのか。渦井天元、柱と会ってしまった。前回は世話になったよ柱稽古音柱。ただ鬼になった以上ね、もう容赦はできない。霞の呼吸七の型おぼろ、さあおぼろしながらさあ瞬間移動しつつ、ただやばいさすがに派手か。技が水天灯霞で殴りながら、ただ結構削ってるなもう。そして遺留切りで素早くね切りつけながら、そんな派手な斬撃避けられるぜ。月の箇所で一旦上に避ける。月の箇所便利なんだよな、緊急回避になるんだよこうやって上に逃げて使いこなせ。おぼろ多分視線の先に行くから、しっかりと狙い定めつつ斬撃を与えつつ、さあオッケーもう360度どこに飛んでどっからね殴られるかわからない、これがおぼろの強さ。さあ音柱も倒していったぜ、まあ、柱もね影も余裕だから、じゃあちょっと行くか。余った全てのね今の手持ちの血を全部飲み干して、さあ HP も結構増えたぞ。ここまで来たらヤツを倒しに行くか。それはもちろん上限の1黒死亡5体満足でヤツを倒していきたい。まずは霞の呼吸1の型水天灯霞、2の型八重霞で、やだ月の呼吸がえぐい痛すぎる。3の型火山のしぶきで、これハーイでねちょっと一旦ごまかしつつ、俺も同じ鬼化になっちまったからな。死の型イリュー切り、さあこの素早い斬撃これでいったオッケーいいぞ。イリュー切りいいな、追いつけないな。さあそしたら5の型カウンの海で連撃を与えていく。ただマッチやばいな、やつのパワーがえぐい。6の型月の箇所で一旦こうやって上に逃げる。あ、ただ結構削ってるぞ。そしたらやるか、7の型おぼろ、これでいいぞ。瞬間移動しつつ斬撃でね殴っていく。さあ結構殴れてんじゃないか、やばい変身しやがった。さらに進
化した。それなら俺もさらに進化だ。さあより鬼っぽくなって、この触手攻撃もあるからな。やばい。でもさらに月の呼吸が進化してる。このなやばい、範囲が本当にエグいぞこれ。アタッチマン、もうそれならおぼろを使いながらいなしていくしかない。強すぎらに、範囲マジで広い。ただやつがね範囲なら俺はこの機動力で全てを避けて残撃与えていく。そして触手攻撃もかましていく。これが鬼化した柱の力だ。さあこれも避けつつ、ガチで強い。これが上限の位置か。やばい。そしてまた進化した。うわあ、体から刀が生えてる。見た目がマガマガしすぎる。それも俺もおぼろで攻めていって負けるわけにはいかない。そしてあやばい、さらに進化したぞ。やつも触手が出てる。お互いと触手で殴り合うか。じゃあからの俺はカスミの呼吸、おぼろで避け回りながら、さあ残りはもう少しだ。強かったぜ。上限の1、オッケー、倒したぜ。これで上限の1、国志望強かった。マジでただどこも切られてない。5体満足だ。待って、なんだこれ、国志望の頭だってなんで大きさ合ってないんだが。いやでも強かったな、月の呼吸。あとエフェクトがね、めちゃくちゃ綺麗なんだよね。さあ無事にこれで鬼化した霞柱の力極められたんじゃないか。無事ではないか、鬼化してる時点で。